入ります討論の申し出がありますので順次これを許します田村貴昭君私は日本共産党を代表してパトフ韓国対応法案について反対の立場から討論を行いますテロは人の命と人権を踏みにじる憎むべき犯罪行為であり国際社会と協力して実効ある対策を取っていくことは当然ですその点で ファト韓国の第4次対日相互審査,会審査報告書が指摘した資産凍結措置の強化や暗号資産等への対応の強化は、革新的に進展する金融技術により、拡大する資金移動や決済手段に対応するもので、マネロンをはじめとする違法な金融取引を取り締まる上で必要な対応と考えます。しかしながら、マネロン罪の法定刑を大幅に引き上げた上で、 犯罪収益と収受罪などの犯罪を新たに共謀罪の適用対象に加え、共謀罪の拡大を図っていることは到底認められません。共謀罪は市民にとっては、何が犯罪となるのか、どんなことをしたら処罰の対象にされるのか、全く不明確なまま、人の生命や身体、財産などの法益を侵害する危険が客観的にはない計画、共謀や話し合いや、 準備行為を処罰するものであり、憲法の保障する内心の自由を侵害し、刑事手続きに関する人権保障規定を侵害するものであります。そうした憲法違反が明白な共謀罪の拡大は断じて認められません。しかも、ファトフ韓国の第4次対日総合審査報告書は、そもそも共謀罪の適用拡大には言及していません。マネロン罪罪ののの法法刑の引上げを機に法制審議議会でも一切議論せず共謀罪の 適用対象となる乱暴なやり方も看過できません今回のマネロン罪の重罰化についても、処罰範囲の明確化なしに法定刑だけ引き上げると、不相当,あ不不相当に重い刑罰が課せられることへの、えー、危険が懸念されています。また現状における日本での処罰状況からは、マネロン罪の重罰化の立法事実は認められないとの指摘は重要です。また行政書士士公認会計士 税理士などに疑わしい取引の届出を義務づけることは、個人情報保護の観点から容認できません。以上、本法案には暗号資産対策など、必要な措置もありますが、基本的人権を侵害する共謀罪の拡大が盛り込まれており、反対いたします。次に串淵